いや、さっきトクトクされてたの分かったんですよ。本当いると思って、うん、いや今ちょっと、もうちょっと粘れたかった、粘れたかった。持ってないんですか、私。ん、持ってないんだな。クッてやったのに持ってないんだな。あ、でもなんとなく釣れそうな気がします。やっぱりこっちか。そうです。あ、ちょっとちゃんとほら水に任せた方がいいな。まあ、言ってること分かんないんだけど、うん、結構流れてるじゃないですか、うん、で、私はもうこれをこの川がこうツルってなってるのを引っ張ってくる。そしたら、うーっていったの、うん、あー、すごいじゃないか、3回もなんかほら、ここに来て正解ってやつね。そうですね、やっぱこっちの方が大きかった。大きかったです。センスはあるんですよ。あとは技術力だけなんで。うん、そうだいや、本当にだって体調と比べてみまあ今だと3対0ぐらいでしょ、うん、もし私に技術力があれば3対0です、はい、でもまあ0-0だけどねよりかは結構いい線いってるんで、うん、でも難しいとこ投げたね。どういうこと？だってほら、魚が手前、もしかかったら魚が手前ですよ。ほら、ここ障害物だらけじゃん。うん、だからそうするとやっぱ両脇の方がいいんじゃない？さっきほら、釣れたとことかさ、あと逆に側の方が。こういう悔しい思いをねしてね、そしたら一匹釣れた時の重みが違うぞ。最初リールカットの知ってるなんかさっきゴソゴソしてましたね変えてみた。どうですか、いつもの感じ。これいつもの感じ。釣れますね。いや、そう、それとこれとはちょっと違う、うん、ただ、なんかちょっとやりやすい、うん、あー、めっちゃうまいじゃないですか。ん、今の狙ったんですか。狙ってますよ、あの際に見たか、隊長の本領発揮でもあの辺りにそうです、今。ん、今あの辺りにそうです。うん、ただあの隊長も、あの私がいつ釣れてもいいように離れないでください。何、私がいつヒットしてもいいように離れないでください。わかりました、何、投げるのは本当上手、ね、あとは距離感つかめれば。まあ距離感はね、おいおいだけど本当上手。ありがとうございます、はい、なんかアクションはね、めちゃくちゃだけどね
うん、はい。そうです。なんかルアーが悪いのかな。体調ですか。うん、気に召さないのかね。でもみんなそれで釣ってるんですよね。こんなのやってるな。ジンクスですよ。何？ジンクスですよ。初めて来たことない。もしかしたら私はあれです。釣れようとしてるのに隊長のジンクスに邪魔されてるのかもしれないですね。そうね、そのせいでしたね。違います。違います。3回もかかってるじゃないですか。それを物にできなかったんですよ。いや、物にしようとすると隊長のジンクスで邪魔されてちょっと逃げちゃう。俺のせいです。頑張って早く釣ってくれよ。そうですよ。せっかく一発目で釣れようとしたのに。え？せっかくここ来て一発目で。ねえ。ここもうあれですよ、あと30分ですよ。やばい。タイムリミットもね。ということは2時半で。今2時半です。僕のなんかちょっともっと考えよう。怖いこと言うなよ。おにぎり食えねえじゃん。もうそんな毎日続いたらやみますよ。やむよね。ですよね。でも食べるんですよね。思わず使っちゃうんだろうな、騙されて。でも魚は針刺さっても痛みが感じないって言われてる。あ、そうなんですか。でも痛みを感じるっていう人もいる。適当じゃないですか。うん、終了です。終了まで帰りませんじゃない。頑張るの。結果発表。はい、結果発表。じゃあ今日の本日の結果、結果発表したいと思います。はい、まずマッチ。マッチドゥルドゥルヒット3匹釣れたのはゼロ。残念、釣れなかった。厳しかったです。3回かけたのにね。そうですね。残念、こればっかし本当に本当残念です。はい、技術力が足りなかった。足りなかったのか、それとも持ってなかったのか。持ってなかったのか。うん、非常に残念です。まあ、でも魚の感触がね、少しでも伝わってればね、まあ良かったかなと。それはもうバッチリです。はい、3回もかかってるんで。だよね。はい、忘れられないです。じゃあ隊長の
本日の結果、ドゥルル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 ル明日が放流らしいんですよそうなんですよね。そうなんです、はい、今日か明日だろうなと思って今日に選んだんですけど、結果明日でした。まあ、今日か明日なら明日選んだ方が高確率ですよ。そうだよね。そうですよ、うん、何やってるんですか。いやでも楽しかったです。そうですか。どうでした私の釣りさばきは。いや本当にね素晴らしかったです本当キャストがねちゃんと投げれたのがすごい。ありがとうございます、うん、イメージトレーニングだけはしてきたんで、まあ、初めはちょっとねグダグダしてたけど後半はね本当何もトラブルなくね。そうですね、あの糸のトラブルとかもね対処法分かってね、いや素晴らしいと思う。ちょっと今後ねもっとバンバン釣ってもね釣りに行って釣ってもらいたいです。はい、うん、あと自分であれですね針をつけられるように。ああ糸の結びね、まあ、この辺はちょっとね勉強してもらってね、まあ、その辺もね全部ね自分でできる、まあちょっとね本当自分でできるようにしてほしい全て、はい、うん、ソロでもねいけるぐらいのぐらいまでちょっとね育てようと思います。なんでね皆さんねちょっとねいろいろまあご指摘あると思いますけど応援の方ねよろしくお願いします。お願いします。はい、高評価高評価チャンネル登録チャンネル登録お願いします。お願いします。バイ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 。